さあ、さあ、マミタス。マミタス初めてピアノ弾いたよね。初めてピアノ弾いたね。なんかさ、緊張感だから。手が震えたやつだ。いや、こっちまで触ってきてさ、頑張ってさ、緊張なくそうとさ、リズムが整ってたけどさ、なんか手元みたいな、うぅぅ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 ぅでも、どうでしたか ?3 人のコラボ。ミルフィーは初めてさ、はい、トランペットを披露したから、うん、そうなんですよ。初めて披露しましたよ。目でお尻向きみんな、弾けるとは思ってなかったよね。ビガもすごいなって。トランペット弾きたいな。でも、めかしりはないしな。難しいよね。難しそう。すごい。なんかさ、楽譜も違うんやっけ。そう、楽譜がね、ピアノと違うんですよ。音が普通のどうやったらで、ね、どうやったらずっと C シャープ、うん、よくわからんけどなんか音が違うらしいんですよ。でそういうのがあるでトランペットは難しいらしい。それをミルフィちゃんは普通に頑張ってくれました。数回の練習や。そうだね、数回の練習でやってくれました。久々に吹いたの。さあそれでは次はね、はい、次は本当に MM コンビ。MM コンビでね。何をやるの？踊ってみた。おをやります。やります。はい、バイバイ。はい、バイバイ。あ、それって。はい。じゃあそれではいいですかね。いいですかね。いいですかね。あ、今日めっちゃ来てくれてめっちゃ嬉しいんだけど。でも全然来ない。そう、めっちゃ不安があっとって。うん、嘘やろ、そんなに人いるみたいな。絶対ないっす。嬉しい、本当ありがとうございます。滋賀行って帰ってきた方も大変だと思います。そう、ちゃんとなんとか間に合ってよかった。我慢してくれました。それではいいですか。あ、ちょっと待ってください。みかに会うために急いで会える。ありがとうございます。感謝感激。感謝感激。カフェサイリウムもありがとうございます。あ、そうだ、忘れ物。え、何？あ、忘れ物。そう。そんな、うん、まあちょっと忘れ物。これで統一感がやや増す忘れ物。普通に。はい、統一感だよ。ハラハラ、オッケー。よし。それでは。聞いてください。